那須高原の牧場ではアルパカの毛刈りが行われています。この牧場では400頭のアルパカが飼育されています。アルパカは南米原産のラクダ科の家畜で、高温多湿になるこの時期に温度調節のため毛が刈られます。ペルー人の職人が慣れた手つきで一頭一頭丁寧に毛を刈っていきます。刈られた毛は帽子やアクセサリーに加工され、牧場の売店で販売されるということです。